はいどうも、この週からです。今回ですけども、頭の体操ですね。尾崎豊の頭の体操12行ってみ たいと思います。12。あー、12か。おたか12。1.28、これむずい。一番むずいぞ、今まで。これ一緒や、また。見てへん、なんか。似ちゃうぞ、これ。一番むずいぞ、これ。でもなんか、ちゃうぞ、なんかいつもと。確かに、なんかドア1個あったな。うん、でもあれ、クリブ跳ね返したら落ちるんじゃん、あいつら全員。落ちた、落ちちゃうの。なんだ、こいつ掴む。ん？え？ドア入ったんじゃない普通に。あっち行くとだろ。え？なにこれ。うん。え？なんか怒る？え？あの右に矢印だ。あそこにたどり着いたことちゃうんだから。あいつの上越えていけってことだよ、多分こいつの。どうやって越えるん？知らん。こいつら分断させる方があるんじゃん。あるんやろな。ないと無理やもんな。あの、花ちゃんのとこに置いたん。うわー！え？うわー！え？あかんあかん。どうすんのこれ。え、でもそれ、あっても無理じゃない？やあ！え、どうするのそっから。わからん。あの、ブラックパックの上にまず行けへんやろ、絶対。無理やな。分断したけど。どうやって分断したっけ、俺。クリボンで、の中に入ったら、ピースイッチが。だクリボンだけどっか行ったな。で、あれだけあったっていう。え、これ何これ、でも一番やからむずいね、これ多分。かなり。あ、そう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 。クリボンで使うってこと？無理やろ。花ちゃん潰せるんじゃん。意味ないか、花ちゃん潰しても。意味なくない？意味ないよな。上にブラックパックんじゃよ、わからんよな。これ分かれれるけど、これで。確かにな。意味がわからんもんな、これ。切れて。いやー、わからんな、これ、何これ。これ、何の意味があるやろな。こいつ、ほれ。潰した。でも潰したところで、当選もされるだけやもんな。うん。もう出こうぜ、一回。投げてみる、一回。ああ、あそこになんか置くって。うわ、バレで？ああ！え？あ、あそこオッパーあるんや。なんか来るやろ、絶対これ。ぽいな、ぽいな、ぽいな、ぽいな。絶対そうやわ、これ。ほら、オンペア！あー来たー、やったー、やばい。あ、だからあそこクリボン投げろと。そういうことか。見えへんとこ音符があるから。うーわ、ハテナっていう乗っ取るもんな、ね、ヒントをヒントしかもバレやったからだって入ってくる謎の。なるほどな、クリボン。クリボンか。いやもうクリボンあれやん、ゲットした時点で終わっとったんや。いやな、うわー、これすごいな。大変そうやったな、ほんま。やっぱその目に見えとうもんだけが全てと思ってまうっていうのはあれは人間の習性として。あー、これで一つまだ進化できたわ。でもこれも時間帯やぞ。 DTH 46点何パーやったから相当簡単やな。ん、これ、絶対これじゃなかったな。え、終わってもだ、早っ。めっちゃ早かったぞこれ。多分これ想定外のクリア方法だったのな。やろうな、多分下に一回、うん、行って、制作者も多分これ見落としとったな。うん、絶対見落としと。めっちゃ簡単やんて。早かったな。これむずいな。え？こっちが。え？何やのか。何やのあれ。怖っ。怖あれ。でも目でかいし、鼻もでかいし。怖すぎやろ。化け物やな、あれ。うん。いきますか、14。おぉ、何やこれ。ピースイッチ止めて。あ、ちゃうわ。え、そんな流しすぎてことか、順番に。順番だよ、これだから。流す。嘘。そしたら、高くまで行けるようになるってことやん。要するに、そういうことやん。え、てか、あそこもあれじゃん。無理やり行ったら終わりなんじゃない？でも。いやいや、そんなんな、あかんやろ。あ、ミスった！あ、普通蹴らなあかんねん、それ。蹴ったらでも、行かへんもんな。え、蹴ったら行くんじゃない？それで、右に。ああ、あかんな。
無敵時間でいけるんじゃん、これ今思ったけど。言ったよね、だからそれは俺無敵時間でいけるって。あれ？あ、くそ。あ、無理や。入られへん。あ、P で止めていける。ここでやん。これ、歯車。見せた。ヘルメかぶって。これでもええやん、別に。持っとったやん、あれは。しかも。あれもな。それ持っていったら。完璧でな。マジか。え？終わった。うわ！やり直しや。いらんねん、それ。動けるんか、ここから。いけたんかい！上に行って、上に行って。あれ？無理なんや。さっき食らったやろ。やったー！終わったー！オッケー！あー、これだけ？多分本来多分積んでいくんやと思うけど、積んでいくんやろな。そんで積む順番を考えろってことだもん、多分本来は。15パイに20%か。何これ、何やこれ。ちょっとなんか4秒でもクリアでタイム、なんかご了承いけちゃまいそうな感じするけど、4秒ってこと。4秒はご了承やな、多分4ゴリできるんじゃん、これ。おお、なんか2トンだ。んゲット。バカ、でも踏んでいって終わるじゃん、それ使ってええやん。ていうか蹴ったやん。 P 押して、 P 押したやん。あ、それ、あ、それか、これやろ。で、落とす、落とすんやん。どこだよな。うーわ。んで最後 P スイッチがあるから、そこ踏んでいったら無敵時間でいけるってことじゃん。オッケー、早いな。多分これもメットのご了承できてまいと思う、多分。あー、うん、多分本来あれなんじゃない？ P、それでどん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 ってやっていくんじゃない？その、蹴って。ちゃうんかな？もうご了承していくようなとこなの、これって。どうなの？わからん。わからんけどな。多分、クリア！意図がわからへんけど。うん、まあ、クリアしてもだからな、でもまあ、うん。クリアしたらもう OK やもんな。うん。ひとまず。いやー、結構ご了承系やな。短い系やな。うん、この人の頭の体操は。OK、次じゃあ16いきますか。16。よし、13%。いきまーす、レッツゴー。すーごいメガネの。ごっつい顔しとったな。東進の先生みたいな顔しとったな。東進。ん？え？ええー、びっくりした。あ、つたな。ここじゃないか。レッツゴーって書いてあるもんな。まあ。ああ！右折って、うん。待っとったらなんか来るパターンかな、もしかして。右やろ。左。やり、あ、おもろいな、これ。やり、右、やり、右、あー、やばいな、これ。右、やり、右、やり、やり、右、やり、右、やり、やり、右、すげえな、これ。おー、右、やり、右、右、やり、右、いたー、これおもろいな。これええな、初めてやな、斬新やな。これめっちゃええやん。バタマの大使だったかどうかわからんけど。でもめっちゃええアイデアやな。ええアイデアやな。簡単やったけど、なんかこの赤あげてみたいな感じだな。白あげてみたいな。でもこれ、うん、ええー、な、うん、赤あげないでパンツ下げて。何言うとんねん、ほんま。何言うてや、赤あげないでパンツ下げたらとんでもないもん、なんとほんまに。 7%、 結構これ人さん、これ人さん難しいかな。いくか。結構キリッと顔、キリッとした顔しとったな、これ人さん。これ人さん、よう出てとったわ、ベストタイムに。おー、ちょっとむずそうや。ポーめっちゃあるな。めっちゃあるな、ポー。うわ。え、どうなったの？どこがゴール？あの、右？え？右下っぽいな。え、右下の？え、この下？え？お、え？あ、P スイッチがこれ多分、こっちに一番ある、あるってことじゃん、この、どっかに。それ、どっかに、あ、これ音符やな、多分。多分音符やな。よし、確認しとく。あー、P や。なるほどね。多分これ溝に、まずポーはめて、何体か、倒したら、終わりやと思うで、これで。じゃあもう。歩かしてんじゃん、こいつら。うん。ちゃん。じゃあ。まず一応、一番左、いるよな、これ、多分。おぉ、置くと。で、もう一個。穴開いたと埋めとくんじゃん、これ、まず最初に。うん、とりあえず埋めて。危ない。ああ、見せた！うーわ。やらかした。てか、あの、右のやつも取れるもんな。そうやで。ちょうどぴったしあれんだから、これ。これだけ？んで、
ぶつけ、ぶつけ。不要すね。足りんな、これでも。え、足りるで、右二つあるやん。いや。使わなかんもん、俺何個か。だって。あ、ほんまや。だからこれちゃうわ。え、じゃあ。これ左ランはだから。一番左け。だから左っかいランだ、これ。右っかのクリボンだけでいいんや。ああ。右の四つ、あ、右の四つで、終わりやん、それで。とりあえず、ま、これは。そんな簡単に行くんかなって感じやな。いや、行くやろ。危ないぞ。どこやろ。もう一個あっちやな。これやん。うん。これ、完成。あぶ、あぶ。で、やってみると。ドン。あ、ちゃ、あ、ちゃう、ちゃう、ちゃう、一個いるわ、ここ。クリボンさっきこっち行くから。おい！ミスった。一回それ試してみたいんじゃない？どうなるかって。いや、クリボンな、右行くで、これ、逆や。ほら。あ、ほんま、行ったな、あれじゃ。うん。使え。出る！で、P がこっち来ると。ん？コインがない！え？ドン。いけん、ダッシュでいけん。おいし！おいしい！わったー！オッケー！なんでポー1個余るん？意味ある？いやー、別にいらんのじゃない？多分もう。ああ、呼び？呼びみたいなもんちゃう。呼びもくれとったんや。オッケー！まあ、一応あんな全部埋めれますよってことかもしれない。ああ。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。明日！